お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。2023年11月3日、ゴジラ70周年記念作品となるゴジラマイナスワンが公開されますね。映画の舞台は終戦直後の日本ということで、初代ゴジラ以前の時代設定なので、これまでのゴジラ作品をリセットして、ある意味新ゴジラってことになるんでしょうか。どういった切り口の物語なのか、公開が待ち遠しいです。とはいえ、これまでのゴジラ映画で映画館に足を運んでみたのは新ゴジラだけなんだけどね。で、今回引っ張り出したのは、宝着ぐるみミクロマンシリーズのゴジラ VS キングギドラセット、三大怪獣地球最大の決戦バージョンです。以前紹介したメガロとジェットジャガーもそうですが、この商品の良いところは怪獣同士のスケールが劇中同様に作られている点です。ソフビのシリーズなんかは適当な大きさで造形されているため、同じ作品の怪獣であっても並べると背丈が同じでもスケールは異なっていることが多いですよね。こういった怪獣のソフビの場合は中に人が入っていると想像して、その中の人の肩の高さで同一スケールか否かが判断できると思います。その点この着ぐるみミクロマンシリーズはミクロマンを素体としていることで、おのずと同一スケールになっている。そこがこのシリーズのいいところです。
動画を見ていただいたらお分かりの通り、キングギドラの方はミクロマンが入ってなくても成り立っちゃうんですよ。ゴジラの方もミクロマンが入っていても特にポーズを変えることもできませんけど、商品コンセプトとしては面白いですよね。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。